かしようとしてるって思われる可能性があるっていうか可能性しかない、そういうお店。今日はカレーですか？カレーはカレーだけど、ちょっと違うパターン。コマ関係はだからもう11年おはようございます。おはようございます。ちょっとガリさんでした。機嫌が悪いというかね、ちょっと自己嫌悪に落ちてるんですよね。何かあったんですか？さっきタクシー乗ったらですね、右も左も分からない外国人の方がドライバーで、普通5、6分で行けるところが15分、20分ぐらいかかったっていう、ちょっとトラブルありまして、若干あの右です左ですって強めに言う自分がいて、多様性のこの時代ね、俺って遅れてんのかなと思うんだけど、どう？いや、あれはあかんでしょ。ちょっとだいぶ外れ。なかなかこう予定時刻に来てもらえずみたいな、一本違うんですっていうのがなかなか通じない。なかなかね、ひどかったですね。一言で言うと。今日はどういったお店ですか？今日ちょっと質問なんだけど、あの進化し続ける人とさ、あのさずっとさ変わらない人ってさ、どっちがいい？進化していきたいわな。常にね、常に進化していきたいよね、人ってね。今日はあの一緒に連れて行った人に、あこの人素敵だな、ずっと何かしら先行こうとしてる、進化しようとしてるって思われる可能性があるっていうか可能性しかない、そういうお店。ジャンルはバーです。バー行ってみましょう。ほらグローね、グローズ、グローズ、グローズ。ここに引っ越してくる前の店で、あのガリタ食堂でも紹介したことあります。そうなんですね、はい、この店舗の前に。そうです、その時が違うメニュー。こんにちは。お邪魔します。あら涼しい。あら涼しい。飯がうまい。ご飯飯がうまい。進化し続けるが、何が来るのかなって、もさっきからもういろいろなもう思いが名前。なんかちょっとあの店主さんが似てますよ、ね、ちょっと。あそう。そうなんですよね。同い年です。同い。そうなんですか。あそうなんですね。同い。一つ先輩です。あ、そう。そうです。あ、嘘。一つ先輩です。学年1個ぐらい。俺のが上です。ここの関係はだからもう11年。11年です。もう11年。12年目。めちゃイケの時ってことですね。中堅の時から、ね。そう。静川高校のリーダー。避難所リーダー。俺がドキドキしながらこう石の上からずっとこうさ、北上していって避難所巡りしてるときに、なかなか喋れないな避難所の人とと思ってて、ちょっと難しいなこれ、なかなか入っていくのと思ったら、初めて向こうから声かけてくれて、あ、ガリタさんだーって。それがあのお兄ちゃんで、弟もいるわけ。内田兄弟のお兄ちゃんで、弟もいて、でっかいのが2人なんかやってきてくれて、ちゃんと喋れると思って。見てましたよ、めちゃイケーとかなんか言ってくれて嬉しかった。いいですね。そういう出会い。5月半ばぐらいかな。5月半ばぐらい。11月。未だに通ってくださるの？そうですね。いろいろまあその震災当時に川原さんに相談もして、でいろんな出会いがありまして、で13年にこっちに東京に来て始めることになって、そのいろいろな、もう本当に悩み全般をまあ川原さんが。その色々相談の全然大丈夫だよ、全然大丈夫。すごい。では焼きカレーです。おお、ありがとうございます。じゃじゃん、ドン。おお、ドドン、ドン。うまい。非常にスパイシーなカレーなんですけどね、普段食べてるカレーはチーズでマイルドになってね、ちょっと焦げ目もあって香ばしくて、エビとか入ってます。エビね。エビが入ってるんですか？エビが入ってるね。はい、ここに書いてあった。ちょっとピリ辛効いてるけど海鮮も入って、そうでチーズも入ってきて、さっぱりしてます。そうでしょ。すごくあの焼きカレーに合うので、ぜひ。ありがとうございます。ありがとうございます。
ロゼです。ロゼ。ロゼ。はい、ロゼ。まあマリアージュってますわ。マリアージュってる？マリアージュってます。このスパイシーなこう感じをこれがこうシュッて爽やかにしてくれる感じですね。ああ飲みやすい。合いますね。あ飲みやすいこれ。確かになんかこう。いい程よい酸味がこうスーッとこう、ね、あのなんていうのかな、口の中をこう一回洗ってくれるというか、鼻をツーンと抜けてくれるというか、酸味が合いますね、ほんまに。だんだん進化してる感じが。だってだってだって、あ普通のカレーも食った方がいいか。お前食ったことないもんね。ないです。普通のカレー一瞬ちょっと出ます。普通のカレー出ない。店の看板メニュー、看板カレーになります。はい、これこちら食べてごらん。これがベーシックからね。めちゃめちゃ美味しいです。うん、めちゃめちゃ美味しいんですけど、確かにこの味を一回ずつ焼きカレーやってます。そうでしょ。はいはい、そうなん。ちょっとさ、スパイシー度はこっちが勝ってるでしょ。正直こっちの方がスパイシー度はね、こっちの方がちょっと辛めでピリッとします、ね。ああ、うん、これから焼きカレーになったっていうのは本当進化してるなっていう感じ。そうでしょ。焼きカレーも最近です。そうですね、これ最近です。最近ね。まだまだ進化したいとかってあるんですか。そうですね、またカレー少しいろいろ、まあ日々やら作ってきた勉強なんで、これからどんどん進化して美味しくなっていけばいいかなと思ってます。まだいいでしょ。まだまだなんかかっこいいでしょ。なんか進化する人ってかっこいいでしょ。かっこいいです。ここってなんかいっぱいなんかいろんなジャンルがあるのってね、やっぱり常にいろいろ考えてるんですか。そうですね、僕もやっぱり食べながら飲みたいタイプなんで、やはりこういろんな料理出して食べてもらいながらなんか飲んでほしいなっていうのは、それでどんどんやっぱり料理数がだんだん多くなるんですよ。はい、進化してるよね。うん、進化は止まってない。いいでしょ。そう、美味しかったですね。美味しかったです、はい、せーの、ごちそうさまガリータ。はいはいはい。一応撮影終わったんですけど、なんかどうしたんですか。実はですね、この度結婚することになりました。50にしての初婚です。ありがとうございます。ありがとうございます。ということですね。私人生初の証人ですか。証人をガリタさんに書いてもらう。はい、お願いします。なんでですか。僕の兄貴的な存在で東京のお兄ちゃんなんで、僕はもうガリタさんしかいないなと思ってお願いしました。いや嬉しいですよね。静香ちゃんも全然かがりさんとお願いしたいと。あ、そうなんですか。はい、ちょっとね、ちょっとドキドキするよね。ガリタさん書いていただきありがとうございました。おめでとうございます。てかまだ食ってないの人。